カモが泳いでおります。その子はちょっと小さいですね。2匹いますね。兄弟ですかね。まあ気温はね寒いですけどね、気温に比べたら水温の方があったかいのかな。まあ人間だとどっちにしても冷たいとも思いますけどね。この線路を向こうに行くとね、仙川の駅があって、こっちに行くと千歳烏山がありますね。まあ最近ね、千歳烏山の駅はね特急まで止まるようになりましたね。でこっち側の仙川の方は快速とか止まるのかな。川崎ちゃんが来ました。シャサギ。川崎シャサギ、シャサギ。川沿いはね、ジョギングする人が多いね。やっぱ走りやすいんだろうね。
よく見るとさ、支柱がこう立ってるじゃないですか。これは京王線がね、もうすぐ高架化されるんですね。この鉄橋の高さでね、京王線が走っているのも今だけかもしれないですね。そうするとこの階段とかもね、なくなるかもしれないし、街の風景がまた変わっていきますね。この仙川を上流に遡っていくとね、西武新宿線とね、中央線の間のね、なんていう場所かは分かんないけど、どっかそこら辺に水源があるんだよね。まあ水源というか、そこからなんか分かれて線川が始まるのかもしれないけどね。一応線川の起点というのはそこら辺になってますね。カモがね、泳いでる風景見るとやっぱりね、気持ちが優しくなるね。まあこうやってさ、人工物に囲まれた川なんだけどね、まあ穏やかに川が流れていて、なんつうのかな、安心するよね。まあ本当はこんなコンクリートにね、護岸が固められた川じゃない方がいいんだろうけどね。しょうがないよね。もう一本電車が来るまで眺めていようかね。ここはね、あまり深くないからね、さっき向こうの方ちょっと深くなってるところにはね、大きな鯉が泳いでおりましたけどね。あそこにまだシラサギがいます。カワサギなのか何サギか分かんないけどね。シラサギはね、田んぼなんかにもいるからね、必ずしも魚を食べているとは限らないんですよね。まあ魚がいれば魚も食べるけど、虫とかね、オタマジャクシとかカエルとかも食べますからね。多分